はい、こんにちは、池田です。わかりますか、これ。わかりますか、音が変わったんですよ。音、セミのミミミミミミミンっていうか、すっごい音が鳴っててですね、これ一体こうカメラをですね、こうやって回す時もどこ行ってもセミの声が聞こえてた、あの夏、こう耳を澄ましてみても全然しなくなりましたね。まあ一部ですね、あの森の奥に行ったりすると、まあ、あのミンミンミンと聞こえてくるんですけども、それよりも最近スズムシとかですね、あの秋の虫の、音が聞こえてくるようになりました。いよいよ季節も変わってきたんやなと改めてですね、こう自転車に乗りながら実感する毎日でございます。さあ、今回はですね、グラベルロードのお話なんですけども、ちょっと最近あのアメリカの、ハンドメイドバイクショーで、メイドっていうのがあるんですけども、それが開催されとって、SNS 当時ですね、まあ僕行けなかったので、見てたんですけども、ちょっと面白いことがですね、いろいろ分かってきたと。で調べていくと、そのグラベルロードってめっちゃおもろいんちゃうかという、こう新たなですね強くがうわーって今湧き上がっとって、ちょっとやばいので、ちょっとひとまずその時の気持ちをですね、収めておこうと思って動画を回してます。では、行ってみます。ということで、いても立ってもいられなくなったんで、ひとまずですねグラベルロードキャノンデールのトップストーン、ちょっと借りてですね、あの今乗り回しているところです。まあ、調べてみたところ、結構面白い、パーツ企画がですね、そのグラベルロードというカテゴリーの中に新たにですね、どんどん出てきてるんですね。それが非常に面白くて、今までの形をちょっと変えたようなものから新しく、全く新しい構造で作ってきたものから、もう結構ですね面白いんですよ。改めて見てみるとですね、最近そのロードバイクの方に、情報収集をですね、こう頭を向けとったんですけども、改めてですね、ちょっとそのグラベルロードの方にですね、今向けているという感じです。で、特に僕が注目している点がですね、マウンテンバイクの構造というか、企画というか、オフロードを走るいろんな技術がロードバイクに使われているっていうのが、今のグラベルロードなんじゃないかな、まあ簡単に言うとですね。なんでただ太いタイヤの、ロードバイク、グラベルガタガタしてるところを走れますっていうんじゃなくて、もっと快適にもっと速く、っていうのがなんか今のやつかなと。で、一番今までですね、あったんですけど、一番新しいっていう、まあ、新しい採用してるその発表会でもですね、のが増えてきてるって思ったのが、まずグラベルロードですよ、ロードバイクでフロントサスペンションなんですよ。まあ、ちょうど今借りたやつもですね、フロントサスペンションやったんで、おお、ちょうどいいやと思ってですね乗りまくってるんですけど、まあ、フロントサスペンションで、あとドロッパーポストで、フレームロマン設計が、まあ、全然ちゃうなと。で、まあ一部僕がもう本当に個人的にちょっと気になっているのがジップのホイールなんですけどね、っていうところが結構面白いと。で、まあ主にですね、あのスラムが、先導してやってるコンポーネントグループがあって、まあそれがですね結構関わってくるやつなんですけどね。で、まずフロントサスペンションなんですけど、まあ、やっぱりこうロードバイクが主体となっている、まあ、グラベルロードという名前なんで、グラベルマウンテンとかやったらですね、まあ、わかるんですけど、グラベルロードという名前がついているぐらいなんで、なるべくこう軽量性が、求められると。で、なおかつストローク量がですね、そんな140ミリも160ミリもいらないんで、グラベル走るってなったら、短い40ミリぐらいのものが、多いと。で、両方、まあこれレフティーなんですけど、
ロードを走るフロントサスペンションってなると、そこまでマウンテンバイクほど強度はいらないので、細身になってきてるんですよ。なんであまりこのロードのシャープな見た目を壊さずに、装着できる細めの、サスペンションで、ストロークは短くてっていうのがなんか多いと。でブレーキもですね、完全にもうロードに寄せてて、フラットマウント仕様になってたりとかですね、なかなかちょっと面白くなってきてると。でそんな、フロントサスペンションなんですけど、まあ、普通のところを走るときはやっぱりこうロックしてですね、サスが動かないようにして、走ると。でグラベルに入ったらオンにして、まあ、サスペンションが効くようにするんですけども、またたった40ミリなんですけど、これってですね結構走るとですね効いてくるんですよ。特に、舗装路とかですね荒れてるところ、まあ、ここで言うとですね、まあ、こういうところですよね、こういうガチャガチャしてる荒れちゃってるところとか、まあ街中にも結構あると思うんですよ。こういうところを走るときにまあまあ、オンにしてるとですね生きてくるという感じですね。で、あとですね、まあフロントサスペンションと、ドロッパーポストですね、これも本当ちょうどよく僕がちょっと気になってるのがもう本当丸々あったんで借りてるんですけど、ドロッパーですね、これもそこまでサスペンションじゃない、ストローク量はないんですけども、オフロードにもし入ったりトレイルに入ったりした時にちょっとこうガッとこう下るようなですね岩場がもしあってもお尻をパッと引けるようになると。でお尻を引くことができたら、まあ、バランスが取れるのである程度荒いところでも走れちゃうなっていう感じですね。で信号待ちとか街中で使うときもですね意外とこう上げたり下げたりして、活用できてしまうので意外とこのドロッパーいいんじゃないかなと。で細身のですねこれもまた多いんですよ。ストローク量は短くて細身のタイプが増えてきてて、なおかつこう使いやすいような進化しているものも多いので非常にロードバイクにも使いやすくなってきてるなという印象がありますね。はい、っていう感じ。ドロッパーボスト。で、あとはですね、ホイールですね。ホイールが、これダブルウォール構造っていう構造なんですけど、僕が気になってるジップのホイールはですね、シングルウォール構造なんですよ。で、それ何かっていうと、通常これよく見ると、断面こう切るとですね、二重になってるんですよ。まあ、それ耐久性を増したりするための、構造やと思うんですけど、おお、びっくりした、蜂が来た。それがですね、シングルウォール構造ってモトクロスバイクの、バイクによく使われたりするそうです。こう板があってそこにスポークがピッと入ってると、サーリーが一時、ラビットホールリムっていうのに採用してた構造なんですけど、シングルウォール、これダブルウォールなんでこう厚みがあるんですけど、シングルウォールってもうペタッとしてるんですよ。ピタッともう平らな感じで、平らなやつがですね衝撃を受けるとリムがこう動くそうなんですよ。なんじゃそりゃと思ってですね、ふいんふいんふいんと、まあ前からマウンテンバイクであったんですけど、存在は知ってたんですけど、グラベルロードに適したものが出てきてるというので、おお面白いな、これをロードに持ってきたら一体どうなんねやろうと思ってですね、まあそのオフロードを走ってる、技術もそのまま使ってきてるなというのとか、なかなかですね自分自身も今までこう使ってなかった、新しい部分でもあるんで、ちょっとそのグラベルロードっていうものに関してかなりですね好奇心が出てきたというか、よくよく調べてみるんですけど、まあマウンテンバイクなんですけど、この基本構造はマウンテンバイクに今まで使われてたやつなんですけど、本当にですねそれをうまいことこう軽量化、シャープ化してロードの方にですね使えるようになってるっていうのがですねすっげえ面白いんですよ。はい、あでフレームがですね失礼しました、フレームが今ジオメトリーというか、まあ、ここの長さとかここの長さとか、まあ、このオフセットとかなんかいろいろあるんですけど、見てみるとこれもですねマウンテンバイク寄りのロードなのか、ロードバイク寄りの
マウンテンなのか、そこはもうはっきりよくわからない、もうカテゴライズをするのが本当に難しいスポドリになってますね。まあ、例えばですね、この、なんていうやろ、ホリゾンタルというこのサドルからここまでの長さが、だいたいロードだと530か550みたいな長さがやったんです。で、マウンテンやったら、600ぐらいのものが多かったんですね。これはあの、僕がよく乗るやつなんですけど、それがですね、あの、新しいそのグラベルロードとかになってくると、570とかですね、580っていう、どっちつかずなんですよ。おもろいやんっつって面白いやないかい。でステムもですね、長いの採用しとったんですけど、だいたい70ミリとかですね、短いものを採用して、フレームはちょっと大きめでっていうね、これはちょっと面白くなってきたと思ってですね。なんでまあ、それがどういうふうに生きるかっていうと、僕考えたんですけど、例えばクロスカントリーのマウンテンバイクですね、あのちょっと早めでオフロードガタ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 走って、まあ、レースもできるようなマウンテンバイク好きだ、乗ってる、でもその性能を最大限発揮できるような、まあ、体じゃないと、で毎回その山に行けるわけでもないっていう、まあこれ僕なんですけど僕がいて、ほんでロードバイクはロードバイクでめちゃめちゃ遠くまで行けると、なんですけど、ちょっとわんぱくな部分もあると。オフロードに見つけたらですね、まあ、ロードタイヤ、そういうのに、突っ込んでいっちゃうみたいな、タイプは、ロードの性能の、まあ、一部、ロングライドとかは使えて、オフロードに行くとですね、やっぱりこう、マウンテンバイクの方が強いと。じゃあ、その、マウンテンはマウンテンで山行くんだけども、レースとかそういうのじゃなくて、ちょっと散策で、で、ロードもみたいに遠くまで行くんだけど、遠くの散策もしたい、ってなってきたら、これおもろいやんと思ってですね。要するに、各分野においては、やっぱりその専用の、マウンテンバイク、ロードバイクがあるんで、各分野においてはやっぱりこう、勝てないんですけど、そのいいとこ取りをした、でも平均点高めで、あの新しいものがどんどん投入されている、面白いこうものとして面白い、道具として面白い、自転車として面白いっていうのが結構ですね、あの最近僕はもう刺激してたまらんのですけどね、はいっていう、ところでございます。はい、そんな感じでですね、最近あのいろんなグラベルロードを見る機会が増えてですね、よくよくそれを、まあ、せっかくやからと思って調べていったらですね、その技術の進歩というか、素晴らしさにですね、もうドハマりしちゃって、びっくりしたり、もう物欲が湧きまくってるっていう、状況でございます。はい、さあ何の話やというと、まあそういうことなんですよ。まあマウンテンバイクを採用しつつ、ロードバイクを採用しつつ、でも平均点高めの何かよくわからないロードバイクが、まあ今のグラベルロードなんじゃないかなって、個人的には思ってる次第です。はい。ということで、今回はですね、最近いろいろ調べてみて、グラベルロードちょっと面白いと、思い始めたっていう、動画でした。では。これで今回は終わります。まあ、果たしてですね、これから一体どうなるか、ちょっともうちょっとですね、キャノンレールトップスをちょっと借りて乗り回してみようかなと、思ってる次第です。はい、では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。